はいはい、おはようございます。お久しぶりでございます。再びね、時間ちょっと空きましたけど疲れました。夜中なんです。肉を焼きます。これはね、業務スーパーで買いました。まあ、色は綺麗です。硬い可能性が考えられる。火が通ると。まだね、今日買ってあるんです。おったくりね、コープ神戸にね、メスありましたからね、メス買いました。今日は一度にね、とイオンと、細かいことになんかこだわるわけじゃないんですけどね、業務スーパーで買うとこれになんかついてる。これとね、お醤油、いいお醤油、高級なお醤油で、もう賞味期限過ぎてるお醤油なんですけどね、昨年に開封してね、それで食っても美味しいでしょうね。時間が絶対かかります。このままでは食いません。カットしますよ。これはナイフです。ダメでした。ダメというかもう半寝たきり状態でしたね。半寝たきり。動けますよ。まあオーバーなことね。でしまっちゃあれなんですよ。油ね、そうありますね。値上げしちゃう、値上げしたでね、結構話聞きますけど、私そんなに値上げしたと思っていないんだよね。まあ、コーラそもそも少し特売でコープ神戸でありますので買いに行きますからね。
の続けますと中がね、あれ、あ、まず、あ、何だ、まだ買ってあります。珍しく今日コープコープでメス牛ね。まあ嘘じゃないでしょ。まあ、嘘なんかやるな。それでこそ無意商売です。このシリーズあーもうねもう今もう0時過ぎてるんですよ。結構ねあの反射のねどうか結構ね気温で硬いと分かっていてね、グラムが少し安かったので専門の店もあったんですけどね、まあ、現金なんでね、現金の上にね、お酢牛でグラム980円ね、それだったらもう業務スーパーねありましたけどね、もう正しくすればもちろんね、2000円でね、これだけ飲む、まあ、イオンで買ったものもね、思わずに、もも肉で、まあ、言えば、トモサンカですね、なんか、ポープの方で、トモサンカっていう、いや、これ、トモサンカじゃないですって。なんかわからないんでしょうか、まあ火打ちになってるんですけどね、虫の言い方でね硬いと分かってる、ちょっと霜降りなんでね、これね霜降りなんで、ね、硬いと思えば食べてくれる、まだね、続きます。まだ続きます。
前が悪いからね。これランニングくらいかな、カット可能ということが。安いんでね、まあ買ってみて、嫌なら自体買わなくてもいいかな、よければね。違いは私が決めることなんでね、それ。いいですね。なんか
中で仲いいでしょ。勝っててもいいんですけど、私はね、仲が大事なことですからね、うん、なかなか私は言うのね、まあ、ローストビーフは食べますけどね、力がね。プレートがこれだけ傷つきます。王将で冷やし中華食べようか、肉買おうか、で結局肉にしまったんですよね。冷やし中華もね、なんかうまそうです。今日のこれ赤身、
けるので。まずね、焼きます。まだね、続き。買ってね、肉臭はあれはもう困りますよ。これね、約30分近くね、ご覧ください。ありがとう。まだまだね、続きます。本日はとりあえずね、これで。うん、ない。26分ね、お感じいただきました。ありがとうございました。